今月15日、地下鉄鶴舞線上前津駅のホームで高齢とみられる男性が惹かれ死亡しましたヤフーのコメント欄にはホームドアがあれば防げたかも、えー、ホームドアの早期設置をといった声が上がっていました、うん、そこで今日はホームドアを深掘りしていきます、はい、最近の統計では ホームからの転落、これが全国で三千四十七件あります。本当にあるんですね。はい、これ二千十年と二千十九年を比べたものなんですが、ねえねえ最新のものだと。 160件が人身傷害事故に至りました事故になった数は減少傾向にあるんですが転落件数は横ばいなんですよね,ねえこんなにあるんですよね、はい、3000件も、はい、で、はい、全国でホームドアを設置している駅がどのくらいあるかと言いますと、うん、現在943あります名古屋駅の近郊で見てみると まず JR 東海は名古屋駅の新幹線のホームや在来線の金山駅の2駅で設置率2.6%、うん、そして名鉄は中部国際空港など2駅で設置率0.8% 0.8%というのはまだまだないに等しいですよね,ねで,よねで現状を伺いました、はい、JR 東海は 新幹線のぞみの停車駅は全駅設置済み在来線なども必要なところから順次設置を進めているそうです、うん、で名鉄はドアの数などが異なるため導入が進みにくく車両の連結部に転落防止カバーをつけるなど別の対策を取りながらホームドア導入に向けて動いているということでした、うん、そんな中、名古屋市営地下鉄は 鶴舞線以外は全線で設置されています設置率およそ80%ですので、はい、決して遅れているわけではないんですよねではなぜ鶴舞線だけ設置していないのか名古屋市交通局の電車部に伺いましたえ鶴舞線は 名鉄と相互直通運転がありますお互いの車両のドアの位置がずれていて設置に時間がかかってしまうからという理由なんだそうです、うん、ただ準備は進めていまして3年後2026年のアジア大会までには設置予定ということでした、うん、やっぱりその設置の時の課題になってくるのが車両のドアの位置が違うっていうところもあるんですよねそうですね。あの大阪なんかもずいぶん乗り入れしてますんでねですから市営地下鉄は確かあの。 割とこう自由にできるネット型のようなものを導入したりですね、はい、今度あの大阪にできる新駅はスクリーンみたいな形で移動させるとかいろんな工夫してるんですけどねねねまままだまだここれからってとありますす、ね、そうで,す、ねはい、でホームドアの現状に関して鉄道ジャーナリストの梅原淳さんに伺いました。はい 国が2015年に利用者が多い駅から優先的に整備する方針を出して補助金を出すなど後押しはしていますが。鶴舞線のように 他社の車両の乗り入れが多く設置しにくいでしたり1駅あたり数億円かかるんですね、うん、整備費用がという問題またドアは1両分で2トンほどありますので森戸の上に立つ駅などは補強しないと作れないこういった事情で全国的になかなか整備が進みにくいということなんです。そこでさらに国は、はい ホームドアなどバリアフリーのために運賃を上乗せしてもいいですよという鉄道駅バリアフリー料金制度を作ってさらに整備が広まるように促しています。 確かに費用は、ね、少しかかったとしてもやっぱり安全、事故を防ぐためにはこれ必要ですよね,うそうですね特にあの目の不自由な方の転落事故なんか聞くとです、ねはい、ホームドアがあればなと思うこと多いですよねちなみに地下鉄はコンクリート製の基礎で作られていることが多く、うん、全国的にホームドアの設置は進んでいるということなんですあそういう理由もあるんですね。 JR 西日本にこの地方では見られないホーム柵がありました、はい、この春登場する世界初のホームドアもご紹介しますまずはこちら2014年から大阪駅など複数の駅で採用されているものです電車が止まると支柱の間に張られたロープが上がりましたその名も昇工式ホーム柵 扉がが閉ままるとロープも下がります扉の位置が違う列車にも対応できるほか軽量でコストも抑えられるメリットもあるそうですさらにこちらは世界初のホームドア扉は案内板の裏にしまわれましたがこちらにご注目案内板も移動しました。 その名もフルスクリーーンホームドアガラス扉はもちろん案内板もまるでふすまのようにスライド扉が開く位置を自由に変えられるのでどんな列車にも対応できますこのホームドアは今年春に開業する大阪駅梅北エリアで導入されます このこれが先ほど大谷さんおっしゃってたロープの柵とそうです、ね、あのこれは大阪にとってはかなり大事業なんですね、えー、梅田のところに新駅ができちゃうわけですからね、えー、かなり便利になると言われてるんですけどねはい。でもやっぱりアイデア次第でそこまでお金かけなくてもこの襖のもそうですけれどもあの事故を防ぐっていうことはできそうですねそうですね特にこれから新しい茶両とか新しい駅はぜひこれ取り入れて,てほしいですよね,、えー、ねちょっとこの大阪を参考にしてこのエリアも取り入れてみてはいいん <laughs> ではないでしょうかね。はい。